今回は Win2K とあとは PWSCF、つまりクォンタムエスプレッソでよく使う、描画ソフト X クリステンについて、これ読み方正しいかどうかわからないですについて説明します。これまず Google で検索していただいて、でこういうふうに出てきますので、これ押してください。で、ダウンロードに行ってもらって、これポチッと押してもらって、で最新がちょっとあまり私使わないですね、っていうかうまくインストールできなかったです。なので枯れたやつにします。枯れたやつでもあんまり大して違いはないですね。で私よく使うのはこちらのタイプですね。2008年から2011年、こちらのやつです。でこちらので、X86-64 というのが、64ビットのことです。なので X86-64 って書いてあるか、またはここにも書いてありますけど64ビットって書いてあるやつです。でこれを選択します。まあどちらでも変わんない、まあ、ないんですけど、最新のやつを押してみましょうか。ポチッと、でこれを OK します。で今ダウンロードが始まってますね。でまあここからダウンロードの方に行くので、ダウンロードで見てもらってもいいですし、あとはここのところで右クリックして、オープン、オープンコンテニングフォルダーって書いてあるところのボタンを押すと出てくるはずです。あら、あ出てきますね。こういうふうに出てきます。でこれ tar.gz って書いてあります。なのでこの tgz の時と同じです。あまあやってみましょう。回答方法はターミナルで、で tar のスペースで zxvf スペースで、この x をここの中に入れてエンターで終わりましたね。そうするとここのところに回答したのができています。なのでこれを現在のカレントディレクトにしましょう。 cd スペースのここにスコーンと入れてエンターで、ここにプログラムがあります。インストールとなるドットスラッシュ、この通りに入力します。なのでリネームのコピーで、でペーストと、こんな感じです。でエンターで、プレスエンター2工程に書いてありますので、この英語の指示に従います。でディフォルトでいいですから、このままエンターで、エンターで、クリスタルパッケージ入ってますかって書いてあるんですけど、クリスタルパッケージって確か有料で、だと思います。で今回の動画では入れてないですから、これ NO でいいです。で正しいこれでいいですかって聞くので、 Y で、はいそうですよってことで Yes をします。でプレス、書いてありますね。 Enter Continue って書いてあるので、また Enter で、デスクトップ、この一番上のところにアイコン作りますかって書いてあるんですけど、作らなくていいです。ノーでいいです。で、モアって書いてあったら、スペースを押します。で、エンター。で、モアって出てきたらまた、スペース。で、エンターを押します。で、これでできました。じゃあ、閉じて、一回開いて、X クリスに出るかやってみましょう。出ますかね。あ、出ますね。こうやってやれば X クリステンうまくいってます。で、これインストールしたときに実はですね、ホームのところに、環境設定が書かれてます。ちょっとやってみましょう。見てみましょう。show hidden files の、これが環境設定、毎回やるファイルなんですね。で、インテルフォードラもやれましたけど、ここのところに追加されてます。これは X クリステンの環境設定のファイルになってます。X クリステンの場合はこういうふうに、インストールしたら自動的に入りますので、このタイプのやつはですよこちらのやつはねは入りますのでやってください。でこれで X クリステンがインストール終わりました。インストール、じゃあ次回は Win2K やろうかなと思います。